ありがとうございます。松岡くんさんへのメッセージ、この人。<laughs> <laughs> 松岡くんさん、くどいぞ。<え> <laughs> もっと肩の力を抜こうよ。君は松岡修造じゃないんだよ。<laughs> おい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 。何 <laughs> <laughs> ですか、これは。<laughs> でもさ、この前アフレコ現場でさ。<ー>松岡修造って誰か言ってたよね。誰が言ってたっけ。聞いてた。聞いてたよ。あ、誰が言ってたんだっけ。もう、わかんない。 なんか思い出したけど全然思い出せないから今度ちょっと現場で聞いてきます、うん、なんだっけな、うん、読もう <laughs> うんかやのさん高森さんこんばんは,こんばんはそして主役の松岡さん聞いてますかいいよ松岡いいよいいよいいよ血管が切れないように納豆を食べるともっといいよいいよいいよ松岡いいよだって 素晴らしいでこれ連続で読んじゃうねじゃラジオネームムーさんから頂きました、うん、ありがとうございます,います松岡さんあまり思い詰めるとよろしくないと思うのでリラックスして頑張ってくださいシンプルこれがでもさみんな総合して言いたいことはここだよね <laughs> きっとえそうだね <laughs> なんかもっとこう肩のやっぱ力を抜いて、うん、リラックスしてあれが松岡さんの良さだよねうーんだと思うんだよね でもさすごいねこんなになんか愛されてるね愛されてる感があってねだって懸名が松岡さん頑張ってだもんあすごいもう本当これ松岡君にちゃんと伝えますんで、ねうん、聞いてくれてるかもしれないしね聞いてるよ松岡さんだもんこの作品のことは大好きな松岡さんですからね何その言い方 <laughs> えなんでなんで<笑><笑>なんで <laughs> 大好きな松岡さん